であらかた反乱分子は片付けたわけだ。え？こいつまだ生きてやがるな。おいらはとどめを刺す刺す処理係。なんだ貴様、まだ生き残りが嫌がったか。ここで敵に襲われたら身動きが取れ、早めに切り抜けよう。
道はない。ラオウ伝説は俺がなす。たたえよ。安らかに眠るがいい。お前の仇はこの氷が必ず。我が敵はケンシロウ。真の兄弟と殺し合うことに。俺はお前を氷の元へは連れて行けぬ。あの石像は炎を吐き出す。炎を吐き出す感覚を見極めるんだ。石像に近づくことができれば破壊できる。Let's go.
なぜ俺を止める。今日の巨匠は川下のはずなのに、お前の足は川上に向いている。シャチ、ケンシロウさん、大変、リンさんが第一の羅生魔人海王にさらわれて。ケン、すまないが先に行ってくれ。俺は二人を安全な場所まで連れて行く。道なりに進めば海王の城に着くはずだ。無茶だけはするなよ。見つけたぞ、羅生様に逆らう不届き者め。ここで全員朽ち果てるがいいわ。ち、海王の手の者か。二人は命に代えても守り抜いてみせる。シャチ、隠れられそうな場所がある。あそこに逃げ込もう。死ぬのみ。そして北斗流拳こそが、この海王こそが新世紀創造主となるのだ。葬られたとあっては、ラオウも死にきれまい。ふん、体中の骨を砕いてくれるわ。おお、なるほど。これが北斗神拳。無双転生。さすがだケンシロウ。究極奥義でなくてはこの海王を倒せぬと踏んだか。誰にも俺の実態は捉えられない。無より転じて生を開く。それだ、
北斗神拳究極奥義無双転生。ならばその無を破壊してくれよ。またしても貴様は自分の闘気を抑えることができぬようだな。そこだ！なんという弱さだ。これが北斗神拳の伝承者だとは。愚か。この国の者どもはラオウ伝説を信じ、北斗神拳の救世主を待ち続ける。だが救世主はここにいる。俺こそがまさにこの世の救世主なのだ。北斗神拳の血などこの世に一滴も残さぬわ。天性を破られた。まだ諦めぬ。北斗神拳に絶望はない。我が魔闘機、貴様の剣が到達するまでに全ての闘気を吸収してしまう。北斗龍拳の血が魔道の血と虐げられ、1800年もの間歴史から抹殺されてきたこの血がな。だがこの呪われた血を拭い去る術が一つだけある。それは天帝の血をもって呪われた血を洗い清めること。俺は俺の子を産む。その日より北斗龍拳救世主伝説の歴史が始まるのだ。何者だ。海王にはかなわぬ。この命をかければケンシロウは奪えよ。
ガキが重慶が北斗龍拳を仕込んだ4番目の男難しいわ、コアッパ歯が立たない なんてやつだ。検証、もう少しだ。この先に場外へ抜ける用水路がある。この状態では満足に戦うことはできん。なるべく敵を避け逃げなければ。奴らは手負いだ。そう遠くには行けん。チラミつぶしに探し出せ。シュラ、俺たちを探しているはず。ここを突破して逃げ切ってみせる。それが剣を守りきる最善の方法だ。剣が死ねば全てが終わる。親父、決して無駄にはしねえ。さあ行くぜ、ケンシロウ。ケンシロウと社長見つけたぞ。おえ、逃がすな。壁を動かして道を塞げ。奴らを生かしてここから出すな。いざという時、壁を壊して突破しよう。奴らの命運もここまでだ。シュラども、もう追いついてきたか。あの武器を使えば敵を一掃できないか。試してみる価値はありそうだ。あそこならケンシロウを置いても安全だ。俺の手が空けば武器が使える。ケン、しばらくここに隠れていてくれ。奴らを倒した後に戻ってくる。
消えた。今度こそ脱出だ、ケンシロウ。仁義信、この海王が最も嫌うものを持つ者どもよ。殺させぬ。この男だけは命にかけて殺させぬ。愚か者め、貴様ごとき素手で殴り殺してくれる。その勇気に免じて、渾身の的を気を込めて、ケンシロウと共に地獄へ送ってくれよ。ん？何？海王の的を気が消えた。これは幻影と。息が詰まる。マトキの行き場を失って体内へ。うぬえ！我がマトキ、ケンシロウに臆したというのか。これが塗装機の血。闘気を怯えさせた。動けずしてなお魂で戦い続ける男、今こそ俺は確信した。俺はこの男を待つためにこの国で恋をし、この国にとどまっていたのだと。